演術。演術、演術、水、長年元年、百五十年、建安四年、百九十九年、は、中国語圏末期の武将、政治家。字は高炉。予習助南軍南寺被検、現在の河南省州口市長水県の人。父は、縁愛、四空。同母兄は、縁はじめ、ふとしぼく。いとこ、または、イボニートムは縁将。お字は縁界。 当初は寛解にあったが、東卓による動乱の中で軍友の一人として名乗りを上げ、半島卓連合の崩壊後は、孫賢らの指示を受けて、一族の炎症と抗争を繰り広げた。一時は曹操に敗れ、傭州に追いやられたが、孫桜の力により、傭州を実行支配し勢力圏を再構築。やがて自らを、帝、春の血族である陳の先行時代の大部の長江、 唐塗りの末裔と称した。皇帝を称し、国号を中としたが、孫桜の離反や曹操の攻撃により数年で、瓦解し、失意のうちに没した。青年期は、キャン人として知られ、仲間たちと宝刀な生活を行っていたが、後に改心した。同族の炎章が自身により性望が高いことを妬み、炎章の羊の低さをたびたび持ち出して中傷。さらに、 延章と交際する難だを象をした。高齢に推挙され、老中に就任、官は、河南院から、殺傷行為、古本中老将に至った。中平六年、189年の霊帝崩御後、大将軍の南進による、菅官,官皆殺し計画に、延章や曹操と共に参加。何進むが十常時により暗殺されると、宴会炎海や延章と共に宮中に乱入し、 関岸数千名を中殺した。当宅の入京後に五将軍へ任じられた。当初は洛陽に留まっており、曹操が洛陽から逃亡した後、曹操の夫人弁士に曹操の情報を伝えに行ったりしている。後に害が及ぶのを恐れて、慶州の南洋へ逃れた。ちょうど半当宅のために拒兵し北上してきた調査大衆の孫権が、 南洋大衆の調子を殺害していたところであったため、演術はその後任として南洋軍を支配し、孫権を影響下に置いた。孫権を予習志氏に任じ、東卓を攻撃させ、初平成二年、191年には東卓の軍を破り、非人の戦い、四月に洛陽を占領する戦果を挙げた、三国志呉氏、孫派とリコチ逆伝。 南洋軍は人口が多く豊かであったが、演術が斜視な生活を追求し、過酷な調整を行ったために、民衆は苦しんだという。これより、以前、演唱は、官服と共に、東卓により擁立された検定に対抗すべく、優秀国の竜ュの擁立を計画したが、演術は内心では、官室の存続そのものに疑問を持っていたため、これに強く反対したという、御書。 竜話は検定への忠誠の証を立てるために、長安に使者を送り、検定の側でもまた竜話に援軍を求めるため、竜話を竜話への使者として、長安を脱出させた。演術はこの話を聞き、竜話を強引に引き止め、内心では竜話の軍勢を奪い取るためにを書を脅迫して、竜話への手紙を書かせた。竜話は早速軍勢を提供した。高村さんは、 演術の意図に関づき、竜宮に派兵を取りやめるよういめたが、竜宮に聞き入れられなかったため、自身も演術の関心を買うために、重廷の高孫古史に引き入れさせた軍勢を演術に提供した三国義士、高孫三伝。その後、演術が孫健を予習志士に任命したことを無視する形で、演唱は、周のぼる、あるいは周を予習志士に任命し、 孫賢の陣地を攻撃させた。袁術は孫賢の援軍として、高孫虎氏の軍を派遣し、共に州昇を攻撃させたが勝てず、高孫虎氏は戦死した三国志義士、高孫三殿。さらに袁術は、慶州墨の流氷と不仲になると、袁将に一族を殺された恨みを持つ高孫三と手を結び、袁将と敵対させた。これに対抗して袁将は、 劉氷と手を結び味方に取り込んだ。こうして演術と演唱は対立することとなった。初平成2年、191年から同3年、192年にかけて、演術は孫権に命じて、劉氷の攻略を計画するが失敗。孫権は敗死した、上陽の戦い。さらに、演術の要請により、演唱、曹操を攻撃した、高孫さん、刀剣も敗れた。 初大成4年、193年、演術は自ら南洋を出発し、遠州の陳流の協定に進出して、曹操への攻撃を行うが曹操と演唱と、流氷の連合軍に大敗、流氷に背後を立た,たれ、本拠地の南洋軍を捨て、欧州へと逃走した。周氏氏の陳圧氏の死後の混乱につけ込み、揚州を奪取し、樹順を拠点とした。 正式な陽州志士の公認である劉陽は演術を恐れて極亜に駐屯せざるを得なかった。は長安に入ると演術と同盟を結ぶため演術を左将軍、非敵公に任命し不死を与えた。この時演術は死者の馬妃を抑留し部下の孫作や主を侍に無理やり感触を与えたという。助手の刀剣は演術に組みしていたが、 演術が曹操に大敗すると、演術の寄っていた、予習の志士に、劉備を派遣するなど自立する姿勢を見せるようになっていた。演術は、当軒の名友である、敗国の僧の陳慶、陳のいとこの家族を人質に取り、強引に味方に引き入れようとしたが拒絶された。当軒が死去すると、陳のる、陳慶のこと、こういう裏は劉備を、公認の志士に推挙した。 劉備は、幼衆において復活した、演術の勢力を恐れ、死死の座は演術に譲り渡すべきではと考えていたが、結局は、助衆死死に就任、演唱と結び、演術とは敵対関係になった。演術は、孫賢の死後、その軍勢を、孫悟に任せ、孫賢の妻の一族である五慶とともに、幼衆において反抗する州州のぼるらの勢力の攻略にあたらせていたが、 やがて、孫権の維持である孫作を寵愛するように言った。演術は、盧行大使、陸康氏に背かれたため、孫作に公認の大使の座を約束させて攻略させたが、盧行が降伏すると、自身の部下である、劉伊佐夫を取り立てた。この行為は、孫作の反感を買い、後の離反の要因となった。公平二年、百九十五年、曹操は、両夫。 長馬倉の勢力を一掃し、遠州を勢力圏とした。さらに、懸安元年、196年、曹操は、清国に侵攻し、演術が任命した、曹、王が、大衆の国の時間の演次を降伏させた、三国志義士、武帝記一方、演術は勢力を巻き返しつつあった、極阿の流洋の攻略を孫作に委ね、自身は、 女衆の劉備を攻撃することを決め、女衆に出征した。劉備は迎撃するために出撃したが、この時長飛に留守を任せたが、一方でこれ以前に早々に敗れて流れてきた劉布を庇越していた。演術は劉布に二十万国の兵糧を提供することを条件に劉備の背後をつくように持ちかけた英雄機。劉備の本拠地の可否の首相の総評、巨丹が劉備を裏切り、 張飛を追放して、両夫を迎え入れたため、本拠地を奪われた劉備は退却した。その後、両夫と劉備は和解した。袁術は、武将の奇麗を派遣し、劉備を滅ぼそうとしたが、両夫は、劉備と、奇麗の和解の仲介を買って出て、強引に両者を和解させた。袁術は、両夫の参謀の鎮宮、武将の各萌へと内通し、同年6月に、両夫に反乱を起こさせるが、 失敗に終わった。英雄記。助州侵攻が進まない中、孫作は流洋を破り、丹陽軍の大半を支配するようになった。孫作は、孫文と五景を演術への報告に出向かせ、自らは、呉軍の興味継ぐ、現、虎らと海計の大明らを独力で攻略しようとていた。演術は、五景を、広陵大使とする一方で、単陽大使の周なを召喚し、 一族の縁種を丹陽大衆にしようとしたが、孫作はいとこである女王、太陽葉大衆としており、縁種は丹陽から追い出されてしまった、英雄記、公表伝。これより、前の公平二年、195年、検定が長安から、方法の体で脱出し、装備で大敗しやすおもしれぬ状態であったことを聞き、演術は、官庁の名脈がつきたと予感し、定位につく意志を、 側近たちに漏らしたが、押しとどめられた。演術は不機嫌になったという。また、天略によると、神遺書、春秋心にある、漢に変わるものは、遠塗り高なりの下りから、塗りには、道という意味があり、自分の名の、術、字の、道も、道という意味があるため、遠塗り高は自分を指していると考えた。演術は、 当将のもとに部下の長奴を派遣して、検定の身柄を確保しようとしたが、阿蘇の間で当将を中心に曹操を頼ろうとする動きがあり、やがて当将も曹操と手を結んだため、検定の身柄は曹操に奪われた。曹操は検定を報じ、天下に号令をかけ、自らは参考の主空となった。一方で、演術には逆賊として賞金がかけられたという。 懸案2年、197年正月、超明の信言を採用して、演術は、呪春を、と、国語を、中として皇帝に即位した。しかし、演術の皇帝即位は、大半の諸侯からは承認されず、また、演術自身も私欲による、写死報道な生活を求め重税を実施したことにより、兵士、領民は大いに飢え困窮し、民衆の反発を弱気した。 この防政に、演術の家臣からも、演術から離反する者が、相次いだ。孫作も、皇帝即位をいめる書簡を送っているが、還元が入れられずやはり離反している。劣勢に陥った演術は、女衆の旅婦に判断を使者に送り婚姻を持ちかけるが、旅婦と演術との接近を嫌う陳形の意見に従い、旅婦は、婚姻を断った。そして、旅婦は、 半種ダネを早々に引き渡し、早々に半種ダネを処刑させた。激怒した演術は、要捧ぐ、半明キラと共同戦線を結び、自身が任命した大将軍の長君らを派遣して、両夫を攻めたが、両夫に依頼を受けた、陳慶陳の親子の計略により、要捧ぐ、半明キラが裏切り大敗した。その後、ワイを支配した陳便王の流潮、明帝の公営に、 兵楼の援助を申し入れたが、清国の僧の楽春に断られたため、怒った演術は、流潮と楽春を暗殺し、清国を奪った。だが、曹操が自ら迎撃に来ると演術は逃走し、柱四人の将軍に曹操軍を迎撃させたが、柱を打ち取られ大敗した。この敗戦で、演術の勢力は大いに衰えた。懸案三年、百九十八年。 演術は、旅夫と、再び同盟を結んだ。旅夫は曹操が、慶州の長縫いに攻勢をかけた隙をついて、曹操に攻撃を仕掛けたが、反転した、曹操の攻勢の前に連戦連敗し、下避において包囲され、孤立無援となった。旅夫は援軍を演術に求めたが、以前の配信を思い起こした演術は、積極的に援軍を送ることはなかった。旅夫は、牢状を続けたものの、 水攻めをされて滅ぼされた。演術を皇帝とする中は敗戦と悪性、それに飢饉のために衰えていたが、演術は天下の情勢を分析し、曹操と炎唱がいずれ決戦するであろうと予期し、貨幣かつ連戦で疲弊しきった曹操が炎唱に勝つ、見込みは少ないであろうと考えた三国志義士、長藩伝。演術は炎唱に手紙を送り、 自らの定位を譲ることによって、その庇護を求めようとした。延章は、聖州の延丹に命じて、延術を迎え取らせようとしたが、曹操はこれを阻止するため、助州に劉備と主霊を派遣した、三国主義士、武帝記。しかし、延術は突然病にかかり、建案四年、199年6月、病死した。死の経緯について、炎術は、山。 戦山にいる部下のカミナリウス、陳蘭を頼ったが受け入れを拒絶され、3日間、滞在するうちに、兵士の食料が底をついたため、従順から八十入りほどにある皇帝に滞在した。すでに食料は、麦のクズが三十国ほどしか残されていなかった。演術は、夏の暑さのため、蜂蜜入りの飲み物を所謀したが、そのための蜂蜜もない状況であった。演は、寝台に腰を下ろして、 ため息をついた後、この演術ともあろうものが、ここまで落ちぶれてしまうと、と怒鳴り、寝台の下に、うつ伏せとなって、一途、当時は、約1.98リットル余りの塗血をして死んだと、伝えられる、御所。長水行為になる際、欧平な性格であり、よく豪華な馬車に乗っていたという、道中寒気、縁長水と呼ばれていたという。演説の死後、 重廷縁種にその軍を引き継いだ。縁術の妻と子女と部下の家族は、縁術の孤立路交大主、劉伊佐夫に身を寄せ、孫作が劉伊佐夫を破った際に、孫作に保護された。縁術の娘はその後孫権の側室となり、縁夫人と呼ばれ、息子の縁明も呉れに仕官して老中になっている。後縁明の娘は、孫権の五男孫、伊佐の性質となった。 小説、三国支援儀では、第五回、東卓打倒に立ち上がった諸行の一人として登場。連合軍の兵糧を担当したが、東卓の猛将カオスの前に、先人の名乗りを上げた、孫権の功績を妬み兵糧を出し惜しみし結果、当初は優勢であった孫権が大敗する。次に、部下の湯渡るを鼻オスの相手にさせるが、あっという間に切られる。さらに鼻オスを打つ勇者として、 劉備、関羽が名乗りを上げると、劉備の出陣の癒しさを嫌い公然と侮辱する。第十一回、曹操は劉備と英雄論を交わした際、演術を墓の中の骨と表している。演唱、劉表との対立の原因は、物資を無心して断られたことの恨みであると、脚色されている。第十七回、後に孫作から伝国の玉璽を得、これが、 皇帝戦勝の直接的な動機になったとしている。皇帝の豪を戦勝し、中氏と剣豪した。評価た女は皇后になった、息子は大使になった。両夫との戦いでは自ら出陣し大敗し、さらに曹操、両夫、劉備、孫作の連合軍に、四方より攻撃を受け、受診を放棄せざるを得なくなる。最後まで残った猛将の綺麗も張飛に切られ、失い、 第21回での演術の詩の描写では、雷薄、チンランラに略奪を受け継いに了食付き、最後は、密水を持ってくる、要料理人に命じたところ、ただ、血水があるだけです。密水など、どこで得られましょうと言われ、絶望して血を吐いて死んだという描写になっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。